39歳となった竹風はバースデーケーキを手にはにかむ写真を拡大。安美錦に次ぐ関取2番目の年長力士の幕内、竹風が21日、39歳の誕生日を迎え、東京都江東区の小車部屋で30代最後の1年に向けて、お客さんを魅了する攻撃的な相撲を取る、と語った。夏場所は6勝9敗で、名古屋場所、7月8日初日、ドルフィンズアリーナ、は十両転落の可能性が高いが現役続行への意欲は強い。横綱、白鵬が20年東京五輪までの現役を目指していることに刺激を受け、自分は東京五輪で41歳。